よし、うまくいった。え、すごい、地下にこんなのがあんの。皆さん、エレベーターから降りた後は、はい、整列して階段まで進んでください。ネイト、怖いよ。心配は不要です、ね、皆さんに新しい家をご用意しますので。怖いよ、ボルト111です。地下における素晴らしい未来です。ということは、つまりこれが新しい家、新しい家なの。信じられない、あと1分遅かった。え、てか外にいた人たち死んだ。そんなことを考える必要はありませんよ。今は安全なのですから。え、待って待って待って、階段を進んで、え、そこにあるドアを抜けてください。え、上にいた兵士たちも全員死んだってこと。え、男性、大丈夫。怖いですけど。俺たち大丈夫だよな。ね、行こう。階段を上がってください。何が起きたの。怖い。失礼。階段を登ってください。はい。え、もう、え、でも外行けねえの。皆様のボルトテック社です。侵入者の皆様、どうぞ整列して進んでください。え、怖い。女性って当たり前だろ。なになに、こいつら監視してんだけど。ボルトスーツを一着取ってホールに進んでください。え、ね、これだ。え、なになになに、なにくれんの。え、ちょっとあんた大丈夫。エイブル、神様、怖いよ。待って、ネイト、やばいって。ここなんか、これが新しい家。え、こんなのが新しい。もうこんなのって言っちゃダメ。ネコだよね。ノースムーキング。それからホールに進んでください。バルトスーツ。え、待って、ペコアラ、このちょっとダサダサスーツに着替えないといけないってことなのか。一人一つずつ取ってください。新品のボルトスーツ。あ、ごめんね、なんか順番抜かしちゃって。申し訳ねえわ。ください。あ、廊下の先です。それで次は。このドクターの指示に従ってください。ドクター、行き先を案内しますので。さあ、お三方、はい、ついてきてください。今この人物話せない。見えるか、ここが新しい家だ。気に入られますよ。外にも出れねえ。ペソなの。この中でも最も進んだ設備が整っています。はい。他のが素晴らしくないというわけではないですが。違う、財産のすべてが。財産のすべてもう忘れようぜ。もう外はもう地獄やね。オリエンテーションですべてお話しします。まずは医学的な話を少し片付けてしまいましょう。オリエンテーションしてくれるんだ。え、何これ。到着した人全員をリストから削除するだけです。未来に備えたか。そうだろう。何してんの。素敵なご家族ですね。ここを新しい家と感じてくだされば嬉しいのですが。これがもしかして家なの。え、え、ん、ちょ、え、ネイト、やばくない、これ。え、どういうこと。ねえ、え、俺たち大丈夫だよな。え、これが家なの。え、え、これ家じゃねえぞ。ボルトスーツを着用してここに入ってください。え、ショーン、ショーン、大丈夫。え、ショーン、大丈夫だよ。どうしたの。大丈夫だよ。遠くへは行かないわ。え、なに。あそこにいるから。ほら、いただろ。大丈夫だよ。ママがいるよ。ショーン、目つぶっとるやん。準備はいいですか。ボルトスーツを着用して中に入ってください。はい。え、入んないといけねえの。え、ネイト、ちょっとここ。ねえ、ちょっと先に行ってくれ。ショーンを連れていくから。じゃあショーン専用なのかな。分かった。じゃあ入るか。とりあえず入ればいいべこなの。あ、女性ポッとかそういうことは女性しなきゃいけないんだ。そういうことか。さっきあれか、ちょっと浴びちゃったからか。そう、ちょっと降りていく前に。え、ショーン、ボットでお天竺に電話をします。緊張しないでください。全く新しい生活が始まるのね。なに、女性だってみんなこれで生きるわけじゃねえ。ペコだって。あ、ショーンもいるし、ネイトもいる。病院のバイタル正常。 正常、手順終了。え、大丈夫、息荒いけど。え、待って、女性って凍らせるってこと？え？え、女性って凍らせんの？後ろ？手動オーバーライトを下げる。低温スイング。え、低温スイングで何だ？でもこれで女性にされたのか。オーケー、ありがとうね。女性してくれて千。が戻んのか。オッケー。こいつね、これ。え、え、何。開けてくれ。謎の人物って書いてあるけど。
大丈夫か。これで全部うまくいく。これで全部うまくいく。こっちに来て。こっちに来て。いいな。何やってんの。こっちに来て。やめて。何してんの。銃突きつけられるよ。したやつを見つけてショーンを取り戻す。夢じゃねえの。約束よ。え、待て、ペコラ、ショーン、ショーン、ショーンは、これみんな騙されたってこと。ボルトテックに、ボルトテックにペコラたちは騙されたってことか。だからあいつ、何これ、監視用ターミナル。え、待て、ショーンは、ショーン、ボルトテックをお選びいただきありがとうございます。超低音ポットアレイ、生命維持ポット、これ何、オフラインになってる。これは生命維持オフライン。みんな死んだ。うわ、みんなの、待って、ネイトとショーンは不明。やばい、出よう。とりあえずこっから出るか。冷却アレに出よう。致命的故障。誰もいないんですけど。ボルト居住者は。道具箱。待って、X。結婚。何これ。道具箱に入れれるってことペコ？すごい、これ入れれるけど、これさ、入れていいの？とりあえず持っとくか。持って。ボルトテックメンテナンス担当者に連絡をしてください。ドライバーを取る。ボルトテック。キティラ、キティラ、ちょっと待って、これ武器が手に入ったぞ。これさ、おら、壊せねえのこれ。知力ねえペコだから、知力ねえからさ、これ壊すとかねえペコなのかな。これペコール、こっから待って、これ化け物。冷却アレイに致命的、直ちに退出せよ。待って、これペコア寝てから何年経ったってこと？あ、待って、これね、セキュリティバトン、オッケー。あ、待って、これで、いいじゃないの、これで敵をなぎ倒せる。武器を取ろう。武器がないか探そう。こっちか。うわ、こっちもちょっと気になる。見ていい？こっちも。ちょっと探索してもいいペコか。ちょっと待って、武器になりそうなやつ取ろう。椅子に座る。そんな暇してる場合じゃねえペコだよ、ペコール、あんた。特にない。机、物は移せるってことペコか。なるほどペコね。ちょっと待って、探
索。あ、セキュリ、あ、なにこれ、ヤクがあるんだけど。ヤク発見、ヤク発見よ、ヤク発見。あ、なにこれ、タバコ、タバコもゲット、クリップボードもゲット、戦前のお金、ぬかコーラ。なにそれ、ぬかコーラって。あ、アイテムとりあえず拾いまくるか。セキュリティターミナル、セキュリティの指示、指示見てみよう。ホロテープのロード、あ、持ってね。作戦手順のマニュアル、あ、作戦って何。住民の入場、する。何ですか、新たなゲーム、うわ、何、ヘルプ、え、何この、すげえドンキーコング感。え、あ、え、あ、間違えた、終わっちゃった、くそ、最悪だ。やるわ、ちょっとだけ、一回だけこれやるわ。あ、こいつを助ければいいペコね、この女の人助けるペコだ、任せて。だったらレディ、どうやってジャンプするのこれ。
あ、これね。任せな任せな。オッケーオッケーオッケー、大丈夫、いける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 、こんなん楽勝よ。ポイン、あ、ポイン、おい、やばいやばいやばい、おい、やばい、惜しい惜しい、ペコやばい、これで一日終わりそう。このゲームにハマって終わりそう。ちょっと待って、ここで、あ、いけるくないペコか、これ、ポイン、あれ、いけるで、これどうやってさ、助けに来たよ。え、あ、そういうこと、キティラキティラキティラキティキティキティラキティキティキティラキティラ、あ、最悪、よしと、楽しかったと、しょ、最高、最強の、お、あ、ホットプレート、何、いいね、でも電気使えないんじゃないか、冷蔵庫、うわ、何も残ってねえペコじゃん、何も残ってなさそうペコ、でも他は、あ、ここで寝てたのかな、監視官の人たちは、うわ、寝てた臭いペコだけど、もう物気の殻だ、え、みんな、今、帰ったか、そこ、出てるのか、そこ、出てるのか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 、よし、こんちゃーん、うわぁ、あっ、死んどる死んどる、人が LT で防御、あ、これね、えっ、何が起こったの、えみんなはどこに、肉がねえけど、えに、肉がね、やめろやめろ、来るな、来ないで、お腹が気持ち悪い、何もしてない、何もペコーラしてない、残ったものはこれが全部、え、骨になるってことで、ここ進もう、とりあえず進もう、RB でパワーを、いやー、ごめんなさい、いやー、すごい、やめて、ね、ゲームだと分かってるのに気持ちが悪い、ゲームだと分かってるけど、ゲームこれちょっとさ、嫌な気持ち、定期的に水飲むか、あ、もうわかる、うわ、え、待って、みんなスケルトンになってるペコだよ、誰か大丈夫、生きてる、ここから誰か脱出したの、やばいね、あ、メガネ、やばいやばい、銃出てきた、銃、来た、始まりましたね、始まりました、あ、お気に入りアイテムができるかも、セキュリティーバトル、スティールパック、はい、もうペコーラ無双しちゃいます、もう10歳あればもう怖くねえペコだから、あ、弾丸、はい、これ大事ね、弾薬、お、銃定量にある、銃定量にある、これはクライオートケース、ナイス、後で戻ってくる、ん、ヘアピンを持っていたらね、ヘアピン、ヘアピン探せ、ヘアピン絶対あるぞ、どっかにヘアピン、ドレッサーにはない、どっかに絶対ヘアピンあんじゃないの、タバコ、玉、どっかにヘアピンあるぞ、どこにあんの、これはドア、トイレ、あ、ないんか、モザンピークヒーヤ、いや絶対あるでしょ、あんなに取ってくださいばりのやつないペコじゃん、これ監視官ターミナル、なるほどね、トンネルは開かれてるわ、オッケーペコ、トンネルが、脱出用トンネルがあるらしいペコ、待って、これ、あ、タバコめちゃめちゃだけど、ペコーラタバコ吸わないんですけど、タバコこんなに落ちてても、てかやっぱさ、あれなんかな、大切なんかな、あ、何これ、お金大事よ、
お金、あ、ヘアピンあった、あった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 、え、京子にロックされている、クソ、え、ヘアピンは、ヘアピン、これさ、ヘアピン、え、これは開けられないわ、え、なんでヘアピン探したで、ヘアピン探したのにそれはないだろ、それはねえべ、うわ待って、これさ、中、あ、もったいない、これに変えたい、待って、今これ銃はもったいない、いや銃はもったいなくないで、弾もそんなないペコでしょ多分、私だけ。あ、じゃあ他のとこ見てねえとかって大丈夫？
え、みんなスケルトンになってる。すごい、世界はどうなってんの。わっ、光で綺麗かも。始まる、ペコーラの、ペコーラの物語が始まるで、みんな。ちょっと待って、ちょっとその前にちょっと待って、されてない。水か。ここ汚染はされてない水か。これはアイテムちょっと確保しよう。みんなアイテム大事になりそうってことだから、銃はなるべく使わないでいきたいペコだよね。なるべく。お、開けてる。あれ、これさっき来たところちゃうね。え、待って、やだやだや。あ、これ来た道か。閉じてたところペコか。ここ閉じられたところペコだ。よし、行くか。みんな準備はいい？外に出るよ。ペコーラのフォールアウト物語が始まります。え、何？何だっけ。わ、なるほどね。もう設定変更できないってこと？名前スペシャル、名前はもうペコラで大丈夫。外見いいよね、いいよね。だってあれがウサダペコラだったもんね、みんな。あれがウサダペコラだったもんね、みんな。そうだよね、大丈夫だよね。だってペコラだったもんね、あれが。いや、これそれしかないの。これがウサダペコラだもん。そうペコでしょ、みんな。これがウサダペコラなの。それじゃあ皆さん、ボルト11さようなら。え、これ大丈夫か。の踊りをお楽しみください。ボルトテックをご利用いただきありがとうございました。